の労働組合理事長森井博之さん、江ノ島電鉄株式会社常務取締役の企業部長松山雅美殿、湘南モノレール株式会社取締役社長小渡秀夫殿、ありがとうございます。小田急電鉄株式会社藤川駅長小沢博之殿、東日本旅客鉄道株式会社藤川駅長竹谷健二殿、藤沢市民祭り実行委員会会長松田之之殿、藤沢市民祭り実行委員会会長松田之之殿、藤沢鎌倉みこし連合会会長小室正明殿、常田作平殿、これをもちまして最後の玉木商店でございます。お参りお気に入れない方いらっしゃいましたら、ご代表の方に合わせましてご同会をお願いいたします。はい、はい、以上をもちまして玉木商店を終了いたします。次に鉄線の儀、次に今祭りの納めにあたります宮司いっぱいでございます。皆様どんどんご起立をお願いいたします。宮司に合わせまして飛び越しに対しましてご一礼をお願いいたします。どうぞご着席ください。以上をもちまして進行対応に滞りなくご交渉申し上げました。最後に宮司より一言ご挨拶を申し上げます。一言ご挨拶申し上げます。数日前西日本九州中国地方を無事に通しまして、お様今日のどんどん中堅あたりまで集中豪雨が降ってまして、ご承知の通り大変な集中豪雨によりましての災害が起こりました。それによりまして亡くなられた方、また被災された方々にいたしまして心から思ってお見舞いを申し上げたいと思います。そして本日はいよいよ八坂神社、そして小泉神社合同の神幸祭、御礼祭がただいまから再興されるわけでございますけれども、高知におきましては1日が海開きということで非常に素晴らしい天気を迎えることができまして、それから、前線の影響でしょうか、天気がぐずついた日が続きましたけれども、今日この八坂神社のご神幸祭にあたりましてはしばらくぶりに、暑い日差しが戻ってまいりまして、湘南江ノ島の夏はこの暑い日差しがないと江ノ島らしくないわけでございます。これからが当時に関しましてはいよいよ夏の本格的なシーズンを迎えるわけでございますが、いずれにしても、天候に恵まれまして、活気のある
まあ、海水浴しましたお客さんも多くできればと思っています。本日はこれからいよいよ振興祭を開講いたしますわけでございますけれども、非常に暑く厳しい暑さでございます。このご奉仕をされる方々、十分に水分補給等をなさりまして、体調に気をつけてご奉仕いただきたいと思います。今日はまた豊島の通りに入りますと、豊島電力さんの発掘のある公共電力によりまして、電車が大きく止めていただけるということでございます。振興祭もスムーズに行くのではないかと思いますけれども、日曜日でございますので、途中非常に交通の混雑が予想されますので、どうぞ皆様方もご協力をいただきまして、最初まで立派な振興祭ができますようにご協力をいただきたいと思います。またご来賓の皆様方におかれましては、本日早朝から皆様のご参列を誠にありがとうございました。それではただいまから振興祭を始めさせていただきたいと思います。よろしくどうぞお願いします。それでは、まず、初めにですね、御年の節度をさせていただきまして、お囃子が御年の回りを感じて、お願いしたいと思います。